トランプゲームの源流の第2巻の第2回目です。それで、非常に難物ですので、はい、1章ずつやってるんですね。全7回となると思いますが。何が大変かというとですね、このルール、書かれているルールにその合理性がないんですね。うん、だからよくわかんないんですよね、ルール。よくわかんない。触りいただいて。ああ、ごめんなさい。失礼しました。はい、皆さんありますね。何でもそのルール読んでもゲームができない的な。いや、できるはできるんですけど、なんでこうなるのかがようわからんのですよ。前回、これ第2巻で、ヤンプルゲームの編成の本で、第1巻、トリックテイキングゲーム、発達という本が、この前出てるんですけども、そっちはね、まあわかるっちゃわかるんですよ。なんでこうなったのか、まあわかん、おかしいだろうみたいなところ もちろん多分にあるんですけども、言って、なんでこうなってるのか、ある程度は、なんか勝ち負けのために、こうなってるとかっていう、編成をちゃんと追ってるゲーム、追ってるっていう本の性質もあってわかるんですけど、ギャンブルゲームっていうのは、そういう合理性でどうやらできてないようなんですよね、ゲームが。だから内的な論理性がない。それでね、一つそれもそうなんだけど、一番やっぱり問題点なのは、ギャンブルゲームはギャンブルゲームなんで、これはもともと分かってることなんだけど、資料が少ないと。とどうするかっていうと、断片的なものを集めてくると。そうすると、そういうものっていうのは、一貫したルールの説明になってないので、とにかく矛盾はしてるわ、欠けてるところはあるわ、何言ってるか分からないところはあるわ、なんですよ。で、黒宮さん非常に真面目だから、そういうのをもう、後を限り集めてきて、こう、全部読んで、その中からなんとか像を組み立てようとするから、非常に曖昧なものから、なんていうかな、実態を作ろうとする。まあ、形を。そうです。で、もう、なんていうのかな、こうではないかっていう想像の部分がいっぱいあるんですよ。でね、しかもその想像の部分がね、こうであるって言っちゃえばいいのに、慎重だから、こうかもしれない、ああかもしれない、あっちかもしれない、もしかするとこの本だとこうかもしれないみたいに書いてあるんだ。だからね。学術的には正しいんですよ。そうそうそう。だから、ルールブックを読むっていうのは、それ自身難しいんだけど、一応、明確な論理があってね、道筋があるから、よっぽどビッグゲームはね、ともかくとして、普通だったらね、こうずっと読んでいけば、アートラインがわかるんだけど、読んでるうち混乱しちゃうんですよね。だから、そういう意味ではね、よく書いたなと思うんだけど、非常に難しいです。そうかもしれない。私の予想ではとかね、ダメットの、推定ではとか、そういうのがいっぱいあるんですよ。だから、そういう意味ではね、非常に難しいです。ただし、あえてそれをね、引き受けて、実際やってみたんですけど、あんまり受けは良くないんだけど、それなりに面白いな。これは確かにお金かけたら遊べるなと思う感じがしてきますね。だからそういう意味では、なんか今までなかったような面白さっていうのは、あんまり人に勧めませんけど、ね、はい。それではですね、第1章ですね、19ページ、そこまで序章と、なんか前回の言い訳みたいな感じ。出発点はですね、1408年。1408年の資料です。1408年って年は非常にこう、明記していただきたいんですけど、トランプゲームができたのが確実な資料でいくと1370年頃っていうところまでは大体ね、いろんな意見が一致してるんですね。で、1370年から1804年って30、40年くらいしか経ってないわけですよね。だからトランプゲームという形、現在でみんながよく知っているトランプゲームみたいな形が成立してからわずか40年ですから、1408年の資料もさっきお話ししましたように、もちろんルールが書いてあるとかそういうようなレベルでは全然ない。それどころかゲームの名前すら書いて分かんないんですよね。でどういう資料かというと、詐欺賭博で捕まった人がいて、御社があって、それが御社にあったと。じゃあどんな罪状で捕まったかっていうことの解説があるわけで、それではカードをごまかして、金を巻き上げたみたいな話になってるんですよ。だから、はい、回してください。そういうわけでですね、
そのなんていうかな、遊びの名前もさっぱりわからない。でその記述を見るとですね、見たそのまあこの世界の、まあ、一人者であるあのこの人があの黒宮さんが非常に参照しているあのなんだっけルポリスかが、これはボヌトにいやコンダナートに似たゲームだよって書いてあるわけですよ。じゃあボヌトはどういうものか、コンダナートはどういうものかっていうのをこの一章をかけてですね、あの追求していくっていうのが、まああのこの章の、あらすじですね。でだからちょっとあのなんか細かいところにこだわらなければ、その探偵もの推理ものみたいでちょっと面白いんですけど、でも細かいところにこだわると大変なことになっちゃいますね。じゃあボルトゥってのは何かっていうと、これはスリーカードモンティであると。で要するにですね、もや返しですね。あの3枚のカードでキング、クイーン、ジャックってあって、パッパッパッとやって、はい、キングはどれだって当てさせるみたいなね。で果たしてそれはゲームかという話なんで、あのこの本にもそう書いてある。まあ、まあ、もや返しですからこれはゲームではないと。それからあのコンダナートっていうのはあの、まあ後で詳しく出てきますけど、くじなんですね、結局ね。あのカード当てです。カード当てのくじですね。だから両方ともゲームかゲームでないかの瀬戸際みたいなところで、あのまあだからあの我々がの現代の視点から見るとゲームとかゲームでないっていうのが非常に気になるんだけど、当時の人たちにとってはね、そういう区別っていうものそのものがね、もっとこう全体的に曖昧もこしとしている感じであるっていう感じだと思うんですね。でそれはゲームの名称にもあの出ててですね、いろんなゲームがあるからゲームの名称が必要になるんであって、あの1個か2個しかゲームがなかったらあれを遊ぼうで終わってしまうのでっていうような風に書いてあります。というわけでその1408年の記述がそういうことで、あのとにかく調べた限りで最古のそういうあのゲームの、まあ、ルールはわからないんだけど、ルールが明確にはわからないんだけど、まあ、言及してあるあの、まあ、資料の話から始まる。それで、あのボヌトやコンダナートよりもゲームっぽいものが出てくるのが1458年ですから、それから50年後ですね。でその時に出てくるゲームがバセッタです。で今回の、まあ、中心になるのはこのバセッタってゲームです。でバセッタはですね、あの、まあ、ある程度推定ルールではあるんですけども、ルールが分かっています。でどんなゲームかっていうと、胴元対張り子のゲームです。で胴元のことはバンキエーレといって、まあ、バンカーですね。張り子のことはポントっていうそうです。でポントってどういう意味か私よく分かんないんですけど、遊戯史学会でポント帳の語源についてね、講義をした人がいて、まあ、ギャンブルの言葉であると。で、あの時はポントにかけるってことだから、あの、まあ、片ピンかけるみたいな、そういうような意味じゃないかみたいなことを言ってたんですけど、あの、このポントがね、まあ、カタカナで書いてあるポントなんで、同じかどうかわからないんだけど、もしそうだとしたらプレイヤーっていう意味なのかなと思うと、非常に印象的だなと思いましたけど、まあそれは余談で、じゃあそのバンキエレ対ポントの勝負はどういうものかというとですね、簡単に言うと日本風の後先ですね。皆さん後先って知ってますかね。任侠映画なんかで出てくるんですけど、どうやるかというと、後と先に、まあ、何枚かずつカード配って株になった方が勝ちです。だから9に合計数が下1桁取ってね、あの9になる方を選んだ方が勝ちなんですけども、誰かと誰かが勝負するわけじゃなくて、後という場所と先という場所に、先から配るんだから先ですけど、こう配ってみんなが伏せてあるカードをに対してかけるわけです。それで開けて、後が勝ったり先が勝ったりするのでお金が動くと、そういうゲームですね。でも、バセットはそういうゲームではなくて、後先にちょっと似てるんですけども、明日ゲームやろうと思って持ってきたんですけど、あの作ったんですけど、こういうの作ってきた。何をするかっていうとですね、皆さんはあの手元にエースからキングまでの13枚をみんな持ってる。これを、何したっけ、何札したかな。予想札。まあ、予想札って訳してるけど、まあ、本来は何というか分かりませんけど、予想札をみんな持ってて、自分でそこにお金かけるんですよ。はい。そしたら、全くそれと違うカードをですね、32枚という資料もありますけど、黒宮さんは52枚だって推定してますけど、
ディーラーがシャッフルして、希望者にいくらでもカットさせて、そして用意しておいて1枚目をめくって表にすると。でそれは例えばハートの3だったと、数と関係ないですけど3だったと、そしたらそれは胴元の価値です。だから、ハートにか、あ、3にかけてる人のチップを全部集めてしまう。それから2枚目に今度はめくったら5だったと、そしたら5にかけてる人に払うと。わかります？でみんながかけてるのがチップがなくなるまで先後先後って、勝ち胴元勝ち胴元負け、山から胴元勝ち胴元負けて代わり番号にめくっていくと。でみんなのチップがなくなるまでやると、そういうゲームなんですね。だから日本の後先とはちょっと雰囲気に似てるけど、まあ原理的には違うゲームで、そういうゲームが、バセッタで、この、バリエーションがすごくいろいろ出てきてですね、それがなかなか面白いんですけど、まずプレイヤーはエースからキングのどれかにかけると。ディーラーはシャッフルした52枚のカットの後、山札をひっくり返す。これがすごく面白くてですね、山札見えてるんですよ。で、だから、胴元の勝ちのカード分かるんですよ。もちろん、かけてからひっくり返すから、あれなんですけど、で、勝ち、負けって表にして、本当かなと私思うんですけど、で、この間、トランプ勉強会でやったときは伏せてやりました。っていうのは、伏せたルールが後で出てくるんですね。だからそっちでやりました。で、まあ面白いかっていうとね、ただそれだけのゲームなんで、皆さん思った通り面白くないとは思うんですけど、でもまああれお金かけてやってたらね、博打だからそういう意味では面白いかもしれない。というようなゲームです。はい。ことほど最後にですね、ギャンブルゲームはルールを説明してもですね、トリックテイキングと違ってどこが面白いのになるんですけども、それは問わないでください。ということでですね、なんでみんなバカラこうやるんですか、面白くない。バカラは面白い。バカラやんないでしょ。やっぱり一発で倍になるっていうのは、なかなか。バカラどういうルールでしょ。バカラはもう本当に どっちかにかけてほぼ5割です。そうそう。まあ、詳しい手続きとかあるけども、まあ場の雰囲気とかなんでしょうね。まあもちろんね。でバカラっていうゲームはハイローラーがかけるようになってるので、どうしてそうなってるかってバカラのルールから全くわからないです。だから関係ないんですよね。だからゲームとのルールとゲームの文化は別物ですね。バカラが一番なんていうかそのカジノで高いチップにかかるゲームですよね。そう。特になんかソースやる理由はやっぱりないですよね。理由は何なんですか。だから、まあ、カジノが作戦としてそういうことにしたんだと、ね。ブランディングの。そう、だと思うんですけど、まあ、そうなったいきさつがあるからそうしたってこともあるんだろうけども、まあ、そういう伝統とかそういうものってそんなもんですから。でもまあバカラはね、高額をかける別室があったりしてね、そういうことになってます。はい。でそれがそのバセッタとか大小であってはいけない理由は特にない。特に何もない。で中石村も40年の歴史でですね、いろんなゲームやりますけど、はっきり言ってバカラが一番つまんなかった。面白くもなってもない。もちろん金かけないと金つまんないですよ。だって金かけたらじゃんけんだって面白いわけであって、まあそういう話ね。結構まあじゃんけんだって面白いというか、じゃんけんほど面白くないですよバカラ。だからね、ギャンブルゲームっていうのはね、ゲームでは割り切れないんですよね。だからルールの考列とかそういうことを言う意味がないんですよね。でもね、やってみるとね、いろんなことが分かります。なんていうのは、社交率っていうのかな、要するにものすごくね、バンカーが勝っちゃうゲームっていうのはお客がいなくなっちゃうんですよ。じゃあものすごく公平なゲームが受けるかって違うのね。それはね、興行したくなくなっちゃう。だからやっぱりのなんていうの分岐点があるんですよ多分。だからルーレットなんてね、平等すぎますよね。38分の2かな、胴元の垣根ってね。そうですね、000以外はで、ね、まあ、でまあもちろんプレイヤーは勝った瞬間に抜けられるので、そこまで考慮するとどうでしょうね。本当にまあギリギリですよね。多分ですよね。よくやるなって感じしますね。だからあれはやっぱり客がいっぱい集まってこないといけないわけで、うん、で本の読んだんだっけ、なんだっけ、仕組まれた、うん、デザインされたギャンブル依存症っていうのはでよくわかるのは、
あのどのくらいにするとね、あのスロットマシンがね、人がやみつくようになるかったらよく研究されてるんですよ。でもあれ言うとなんかまあスロット以外もバカらしくてやるっていう理由が何ともバカらしいと。カジノは所詮そんなもんだね。その なんでカジノはだからもう客寄せとかでしょうね。そのルーレットとかそういう。あ、まあ、主力はどう見てあのビデオゲームに近い方のあるでしょう。どう見ても、うん、でなんかあの人寄せのなんかチョイスみたいなのでバカとか言っちゃう。それこそラスベガスのそのフラミンゴのショーとかなんかそういうのと同じような位置づけであるあ。まあね、まあ、そうですよね。あのこうあの業用収納で回すのとかちゃんとかけるところに平等あれ出たもんあるからな、そういう楽しい。紙なんかの上に置いても全然。まあ演出ですよね。演出ですよ。で、あの、なんか大阪で家事、ああ、ああ、はいはい、やるとやらないとか出てますね。なってますよ。どうなんでしょうかね。あまあまあ、あのお好きに。地元の方が良いのであれば別にっていう感じじゃないですか。まあね、はい。で、それで、1枚を起こして、起こすっていうそうですね、1枚を起こして自分の右側に、次を起こして自分の左側に置くと、1枚目が堂本の勝ち、2枚目が負けと、で、これを、みんなかけたチップがなくなるまで延々とやるというわけです、だから、これは平等なように見えますが、あ、1枚目と2枚目が同じ場合はですね、親からめくるので、例えば誰か3にかけたときに、1枚目に3がめくられて2枚目に3がめくられると1枚目の3で取られてしまうから2枚目に3がめくられてももらえないんですよ。だから親の方がちょっと有利のような気がするけど違うかな。黒宮さんは平等だと思うんだ。ちょっとそれは記述をなんか分かりますけど、親が 3が勝ちで子が2が勝ちだとその5とかにかけられた場合はそのまま残りっぱなし、ね。残ってる、残ってる。で、また次のか。そうです、そうです。そうです。そういうゲーム。だから、実際にやってみたらね、結構、面白いって言えば面白いですよ。あ、また外れる、ね。何箇所にもかけたりしてると、はいはいはい、結構面白いですよ。だから、これとこれだけの、あれなんだけど、やってみないとわからないところありますね。ルール読んだけど、あれ。なんかこれはなんか気軽になんか、そういう有利とか不利とか言えるほどの差じゃないので、ちょっとまあ、後で考えたら。後で考えるかし。バッカルのルール検索したら数字を選んで書けるだけって感じ。まあ、そうなんです。何にも付け替えることありません。そうなんですよね。だから、バカラが生き残ったことに関しての必然性が、まあないわけですよね。ない。まあこれ、イカサマありきだからだってじゃないですか。いや、まあ、イカサマありきなのはどれもそうだから。で、そのバセッタが逆に言えば滅びたことの理由も、その、バカラも滅びてれば、まあ、つまんないからだって片付けりゃいいんですけど、バカラが生き残ってる以上、何のその根拠もないわけですよ。そのバセッタが滅びたことですけど。まあ、古典がだから生き残るみたいなのは幻想であって、やればやるほど別に、そうでもねえなみたいな。そうじゃなくて、生き残るはずのものが消されてるってことはあるわけだから。まあ、その本を読む限り、バセッタってね、すごく長く遊ばれてるんですよ。そうですね、ただし、広まらない。なんだ、ベネチアだけで遊ばれてる。っていう面白いゲームなんですね。フランスに後で伝わりますけど、それ随分後なんですね。オレンツのメディスの詩に登場するって感じなんです。時期的にはそうですね。全然、まあ、イタリアね、ベネッサンス期の。ベネッサンス期だわね。で、ベネチアのリドットでやったと。でリドットって何かって、賭場です。で、リドットって言われる賭場があってですね、このリドットっていうのは、そもそも、ギャンブル禁止だったそうです。ところが、要するに違法っていうか、隠れて、そういう賭場を誤解調査される人がいっぱいいるので、まあ、法律を改めてですね、カーニバルの期間だけ、特定の場所でやっていいっていうふうに法律を変えたそうです。ところがそのすぐ後で黒宮さんが書いてあるのはベネチアのカーニバルって半年だってずっとやってんじゃないですか。だだ何の意味があるんだ。脳換気にはやってよいそんな感じで。で、それで面白いのはそのリドットっていうのはね、喋っちゃいけない、黙々とやらなきゃいけない。本当かなと思うんだけど、そういうのに書いてある。で、まあ、ベネチアのリドット、カーニバルの期間だけの公認の賭場で長く遊ばれていたそうです。フランスのリドとは別に何の関係もないですか？いや、わかりません。わかんない。で、その リドットはですね、今言ったバセッタのルールよりもっと複雑なルールやってました。で、1664年以降に記述があるので、それで復元だから、まあちょっと復元もね、100年以上遡らなきゃいけないから怪しいんだけど、100年後の、
記述で100年前のゲームを復元してるの本当にそうかどうか分かんないんだけど、1664年以降に何件かそのルールについてる言及がありまして、それによって復元するとですね、あの非常に複雑です。これ読んでね、ちょっと図解しようと思ったんだけど、自分でも分かんなくなる。マジですかってぐらいに複雑です。これは一回読んで、もううんざりしていただきたいんですけど。あの3分の2戻すとか、どういう状況になると、5分の3戻すとか、取るとか、そういうルールが錯綜してます。だから本当にこの国があったのかなって。なんですか、あの日本の手本引きがなんか難しい作法があるとかというと、ね、ああそういう感じかもしれない。手本引きもある合力とかあり。そうそうそう。あだからそうかもしれない。で、計算でボコンと。あのリドットで口を聞いてはならないっていうのもそういうのもあるのかもしれませんね。で、初期にはプレイヤーはさっき言ったように13枚のカードを持ってそこにかけてたんだけど、だんだんそれが廃れてですね、真ん中にレイアウトを書くようになるんです。まあ、その方が合理的だよね。で、真ん中に書いた、レイアウトを書いたゲームのことを、ファラオ、ファラオンって言うんですよね。あのことを言うわけじゃないけど、後のファラオンというゲームは真ん中に、レイアウトのあるバセッタです。だからバセッタっていうゲームは非常にね、息が長くて、しかも、まあ、主流というか、与えた影響が大きいみたいですね。で、ビリビッソっていうゲームもあったそうです。でビリビッソっていうゲームはですね、72個かなの数字が書いてあって、そこのどれかを買うと、くじで当たると70倍になるとか、そんなような、すごい社交的なゲームで、それはもうほとんどくじであってですね、ゲームにもなってないんですけど、でもそのビリビッソが、ゲームにもなってないわ。別にスロットマシンだって、まあそういうものですからね。まあね。じゃあもう、まあそういうもんと言えば、まあ、そういうもん、ね。でも、その、これが、後のビンゴとか、ロトなんかの、なんとかな、元になるゲームではないかっていうようなことが書かれている。いや、だからその、親返しがゲームではないみたいなのが、まあ、一番最初にあったんですけど、うん、いや、まあ、どっちかといえば親返しの方がゲームじゃないですか。そうかもしれない。はい。だから、ゲームかゲームでないことの、境界が非常に曖昧というより近代的ではない。はい。まあ、やっぱり儀式みたいに見えますよね、どっちかっていうと。でもまあ、イカサマやって金取るから、やっぱりどうなんですかね。まあもちろんそれはそうなんですけど。で、1675年になりますから、17世紀の後半になりますけど、バセッタがフランスに伝わって、フランスではバセットと呼ばれたそうですけども、かなり盛んに遊ばれたと。で、この時期っていうのはオンブルが盛んな時期なんですね。だからオンブルと並行して遊ばれていたと見られると。でこれも一つ黒宮さんこの本で言いたいことなんですけども、オンブルが流行したといってもみんなオンブルばっかり遊んでたわけではない、結構いろんなゲームがあったんだよということを何回か繰り返して強調しています。その本がそもそもだからギャンブルゲームっていうのは別にトリック的ゲームなんかみんなやってたわけではないのよっていうのが、まあ、そもそものスタートなので、そうなんです。で、バセットはかなり盛んに遊ばれたそうですけど、その後イギリスへ渡ってイギリスではバセッタと呼ばれたみたいですけど、イギリスではそんなに流行らなかったみたいに書いてありました、はい、で1708年にはの資料ではですね、ファラオン、が出てくるんですが、これが後のファローですけども、ファラオンというのはマリー・アントワネットも熱中したというゲームで、これも中吉村でやりましたけど結構面白いです。結構面白いってことないんですけど、ギャンブルゲームとしては よくできてるなと思います。それは真ん中にエースからキングまでの13枚のカードがあって、そこに命名がかけて、そしてめくったカードが当たったら何倍になると、そういうようなまあ単純なゲームなんですけども、で後の言い方ですと、後にトランプを使ったルーレットと言われるような、うん、並べた前から多分この言い方だとそうなります、ね、パスカルなんかやったわけでしょ。パスカルもうちょっと前、ルーレットルーレットにゼロを入れたとかいうのが有名な逸話が本当かどうか知らない。いや本当かな本当かな、ルーレット古くないんじゃないですかね。でもパスカルの逸話があるだったら17世紀じゃない。いや本当かどうか知りません。本当かな。いやパスカルは当てにならないな。ちょっとそれはね、なんだエビデンスを取ってるか。いいんじゃないでしょうか。まあ、星伝説として存在するかどうか、そうね、実として存在するかどうかは別の話ですけど。そうね。はい。で、ファラオはですね、さっきのバセッタと大きく違うのは、ひっくり返さない。だから、裏なのを1枚ずつめくっていく。
だからこの間、村でやったのはそのファラオンルールでやったので本当はバセッタやったことになってないかもしれない、はい、でもまあ、 あの面白いっちゃ面白いですよ、はい、で、トランプを使ったルーレットって言ったのはあの黒宮さんではないですからね、あのこれは過去に入れたのは私がそう注意を入れただけで、トランプを使ったルーレットっていう側に後世ファローのことを言うっていうのは本当のそういうのはあの、まあ、本に出てますのでそう言われたみたいですけども、ゲームとしてはね確かにね1から13までのルーレットみたいな感じ、はい、球を転がす代わりにカードをめくるって感じ。パスカルがっていうあのなんか一説では1655年パスカルが、ルーレットの原型の今のレイアウトを考えたとも言われているという都市伝説としては存在するみたいですね。多分嘘だと思う。でも都市伝説パスカルかどうかともかくとして時期的には割とこういうのって信用がある程度できるじゃないですか。まあ大体100年はずれないんだろうぐらいの感じで。あのそもそもルーレットはその時代あったかっていうの、ね、っていうのは、ブールっていうゲームが、ね、今でもスイスの山奥なんかでやってるみたいですけど、ブールって0から9までかな、うん、でかけるあのだから玉ころ回すから、うん、あのなんだっけなスイスルーレットとかいう言い方をするのかな、うん、まあブールってゲームあるんですよ。だからブールみたいなゲームは先にあってね、うん、できたんじゃないかと思うんだけどね、カジノが作ったんじゃないかね、あれがね、17世紀そんななかなか成功なものができない、ねえ私はそう、いや成功なものができたかとか全然別の話じゃないですか。あの単にレイアウトがそうそうだけで、あのボール自体はなんかただのエイティングかもしれないし、うん、はい、まあいいや。で、それでですね、でこのファラオンは大流行して王侯貴族が遊んで、今ちょっと触れましたけど、このコロンビアさんの本の中には触れられてませんけども。マリー・アンタネットが非常に好んでよく遊んだという話があって、これは資料があるので嘘じゃないと思います。でその時はあのファロと呼んでるんですけど、もともとの名前はファラオンで、これはあの、エジプトのファラオからとなんか名前としては関係あるそうです。ゲームとして関係あるかゲームとしては関係ないと思います。はい、ファロは聖書に出てくる方の呼び方ですね、はい、そうか、それはいろんなところで、モーツァルトにも、はい、この頃のね、フランスのルイ宮廷って非常に文化的にレベル高いので、まあ、ペローとか言ったもね。フェローっていう言い方もします。うん、ファローです、それは。うん、それでですね、1542年だから、これは時代は遡りますが、これはガルガンチア物語に書かれてるっていう意味であって、1542年に初出するランスクネっていうゲームがあります。で、元の言葉はランスケネットで、これはあの、トランプ勉強会でもやりましたけども、あの実は同じゲームです。だから名前だけ違うんですよね。名前だけ違うんだけども、掛け方の手順とかカードをひっくり返すのひっくり返さないとか微妙なところが違う。だからあの言い方をする変えるとですね、全部バセッタのアリューですね、ファロも、ランスクネットも、みんなあのアリューです。しかもですね、ランスクネっていうゲームはですね、あの1回、ね、資料から消えるんです、100年ぐらい、でもう1回出てくるんですね、で、ゲームそのものはですね、あの今までのゲームと同行異曲です。カードをめくっていってかけたカードと一致するかどうかであのチップがもらえるというわけですね、で胴元がのどうも親のカードってのもあって、親のカードが重なったときは20とか30とかいうルールがあってですね、これも読んだけど非常に複雑です、本当に正気を失うくらいすごく複雑何がなんだか分かんない、どうやら何の意味もないらしいということが分かりますけど、まあ、1700年頃そういうゲームがあったと。ところがあのそれがあの資料から100年間90何年間消えるんですね。で100年の休止の後にですね、再び流行ということになっています。19世紀の中頃ですか、だいぶ後ですね、でなんかこれやたらと複雑です、やたらと複雑、本当に複雑です、本当に複雑でもあんまり意味がない、そう全く何の意味もないですそれで、そのランスクネの新しいランスクネの方はあの同じ名前なんだけどルールは単純になっていて、あとちょっと面白いのはね、親の権利を買うとか買わないとかいうルールがあるんです。面白いです、これはなかなか面白い。これは実際にランスケネットってことでトランプ勉強会でやりましたけど面白かったです、はい、親ってそれ胴元ってことですか。そうです、胴元の権利を、ね、買うんです、でね、それも競りで買う、
すごいね。ゲームじゃないですか。それゲームだ。本当にゲームになってる。で、まあ、やっぱりね、あの、親が有利だから買いたいんですよね。うん、だから、親は、あの、なんていうのかな。まあ、競りだから、これなら売るってなんでやるわけです。だから、そこは本当にゲームになってます。で、あと、ということで、あの、バセッタからランスクネットまでの流れが出て、結局、もう非常に大雑把に言うと、同じゲームにいろんな名前がついてると。で、あの、まるで現在の、大貧民にいっぱいハウスルールがあるように、いろんなこうルールがあったと。で、そのうちの資料に残っているものだけが引っかかるわけですので、それでこういうことになるんだっていうことが、まあ見て取れますね。だから資料に書いてないことは本当は推定しかないので、わかんないんですけども、まあ多分そんなんじゃないかったっていう感じがします。で、あとその、一番上にですね、その詐欺師が、恩赦された時の遊びが、ドゥポリスによると、ボヌトやコンダナートに似てるって書いてるので、じゃあコンダナートってのはどういうゲームかっていうのが出てきます。コンダナートもまあ古いゲームですけども、はじめにカードをみんな配っておいて、まずアンティを出すと。で、はじめにみんなカード配っておいて、あの、めくってって、最初に一致した人が全部取るという単純ビンゴみたいな、たまあビンゴみたいな、まあでも別にそれでいいんですよ、ね、それいいです全然、はい、なんか謎の複雑な手続きで はい、やるようよ、でも引いていくとカードがいらなくなりますから、ね、最初、いやいや、まあ、最終的にはそうなんですけど、ね、あ、そう書いてますね。だから、ギャンブルかギャンブルゲームではなくて、カードを使ったギャンブル、サイコロを使ったギャンブルとか馬を走らせたギャンブルというのの同列だというふうに、あの、クロメスさんも書いてますね。で、コンダナートは、まあ、初めに加われたカードと一致したカードが巡られたら貸すという、まあ、カードを使ったくじ引きであると。で、その1408年の資料に出てくるも、ゲームもボヌトやコンダナートみたいなゲームだから、ゲームと言っていいかどうかの曖昧な境界みたいなゲームだけど、まあ、あの、考えてみれば、そういうことから、あの、まあ、近代的っていうか、中世的なゲームは、あの、立ち上がってくるっていう感じは、あの、なんとなくわかるような気がしますので、まあ、その通りかどうかわかんないけど、あの、なるほどなという気がします。で、まあ、結論めいた言い方ですけれども、トランプは昔からトリックテイキングゲームだけが行われていたわけではないと。しかし、あ、しかいいんだってね。あの、ギャンブルゲームはですね、一段と資料が少なくて、トリックテイキングゲームも資料が、あの、豊富ってわけじゃ決してありませんけども。テイキングゲーム、そうですね。全然豊富ではない。そうじゃない。でも、ギャンブルゲームは一段と資料が少なくてですね、かつ曖昧で、同じ名前で違うゲームだったり、違う名前で同じゲームだったりが、すごく錯綜してて、解明が大変難しいと。で、私はここの章を読んで、身に染みてそれを感じました。本当にね。以上でございます。はい、あの、ありがとうございました。ただちょっと人文的には、やっぱちょっと補足した方がいいのかなと思うところがあって、うん、はいはいはい、まず、こう、ベネツィアのカーニバルが16世紀に半年あって、17世紀はもっと少ないかもしれないというふうにあって、そして、その後に、何でしたっけ、あの、仮面を、カーニバルで仮面をつけて、リドットを口を聞かずにプレイしたっていうのはどういうことがよくわからないという話でしたが、教会に反して堂々と博打を打つ後ろめたさというふうに言っていましたが、まあこれは、あの、それこそラブレーの話が出てきましたけど、バクチンの、フランスはラブレーの論っていうのがありますが、カーニバルっていうのはキーワードで、うん、まあ要は王と同権の転倒ということがカーニバルで起きるんですよ。ブレーク王としてね。通常、まあそれは王と同権の転倒っていうのはシェイクスピアのリア王とかで典型で出てきますけども、まあそういう、要は非日常的な空間において既存のヒエラルキーが転倒すると。じゃあ口を聞かないっていうのはどういうことかっていうと、転倒しないってことでしょ？あの、口を聞かずにその正体が誰かわからないんです。だから仮面をつけてても喋ると相手が誰かわからないんですね。そうすると既存の立場というものを、いや、まあ分かってて知らないふりをすると。でも話すと、話されたらわからないわけでしょ？ということは、結局、本当にアノニマス同士でのプレイに、まあ、なるということですよね、うんうん。で、そういう遊び方をしたってことでしょ、うんうんうん、だから、本当にイーブンの立場で、賭けを楽しめる、うんうん、ということなので、教会に、後ろめたさって、当然あるんでしょうけど、うんうん、まあ、ちょっと見込み、
でもいいんじゃないかと思った、それは。だって、そう見るのは別にこれ、研究不快でもなくて、まあ、そうだって話。で、ランスクネヒトの、ランスクネ、うん、で、フランス語で、ランスクネっていうんですけど、ランスクネヒトですね、元はね、ドイツ傭兵。うん、で、中世史においては、ドイツ傭兵っていうのは、まあ、例えば100年戦争の頃からとかいるわけですよ、傭兵っていうのがいて。ルネサンス期とかもいる。うん、だけど、まあ、それほど、あの傭兵の、ローマ時代もいますから。そう、存在感がそこまで大きいわけじゃない。うん、あくまでもならず者の団体で、あ、まあ、それはこの前、モンスギューリ1244のフォロフォンの時にいっぱい書いてありました、ね。はい。それはあの、ニューゲームズのサイトに傭兵について上がっているので見てみようと思うんですが、あの、傭兵が、一番活躍するっていうのは、まあ、ドイツ30年戦争の時なんですね。で、ランスクネヒトっていうのはドイツ30年戦争の時に最盛期なんですよ。ドイツ30年戦争っていうのは1618年から48年、まあ、時期は十何世紀で被っていますけど、これランスクネヒトっていうのはそれまでの傭兵と全然違って、めちゃくちゃ派手なんです。武器はパイク、2メーター以上はパイク。で、こういうね、兜に、あの毛みたいのいっぱいつけて、まあ、パンクロッカーみたいな感じなんですね。なるほど。パンクロッカーというよりはグラムの人じゃないですか。グラム。あ、そうグラムロック。だから昔のね、あの X ジャパンの人たちみたいなこうつけ毛をいっぱいする。うん、あ、そしてあの見せ剣というか喧嘩用の剣みたいのをあのとかは、まあ、要は長いものだけじゃなくて普通に剣とかをつけて。うん、あと、股にはコッドピースっていう牛の顔みたいなものを股間につけるわけですよ。なるほど。だからこれは多分男性的なものの強調であると同時に、ポケットでもあったわけですね。と同時に多分ね、僕のこれ予想なんですけど、金的を守ってるって。なるほど。はいはい。ということも、実際的な意味も、まああると思う。いくらかある。ですから、こう、ランスクネヒトっていうのを、まあ一言で説明すると、歌舞伎ものってことなんですね。なるほど。そうです。なんかそのイメージですね。はい。はい、なるほど。だから、あの、漫画で、あ、なんだっけ、花の刑事ってあったでしょ。ああいうのが、あの、まあ、あれは日本の話ですけど。こんな感じかもしれない。おぉ、時代ちょっと違う。あ、ランスクネヒト。そう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 、長い、棒がすごい。確かにちょっと長い。の守いや、絵としてはね、僕が書いたコラムで、あの、絵をつけてもらったのがあるんですね。あの、漫画家の人。こういうね、傭兵っていうイメージと17世紀の傭兵って違うんです、うん、傭兵っていうと単なるならず者っていうイメージがあるかもしれないけど、うん、あ、これ後でスカイプに。こういうね、こういう感じなんですね。それで、あの、当然、だから、おしゃれで、流行には敏感だったんですよ。なるほどね、歌舞伎のだから、ね。で、傭兵っていうのは、だから、なんか戦場で稼いだ金っていうのは派手に使うわけですよ。なるほど。しかも、こう、各地で、いろいろ行ったり来たりするわけですよ。うん、特に30年戦争頃のことなんてもう、一番、だって、バレンシュタインとかが、あの、一番独自勢力あったわけだから、いや、そういう、ことで渡り歩いていて、要は派手な、で見た目も多分派手な複雑なあのゲームが良しとされたわけですよ。うん、単なり、どんごとのイカサマじゃなくて、ちゃんとルールあるだろうみたいな、うん。でも覚えられないよねみたいな話のやつがあって、多分派手なギャンブルとあったっていう、こう、話じゃないと、なんでランスクネヒトが持ってきたのかっていうのは、多分ランスクネっていうのかもわからない、うん。なるほど。と思います。はい。以上。あと、スリーカードモンティってのは、今、D&D 映画がすごい流行ってますが、スリードラゴンアンティっていうのがですね。パロディですよね、あれ。はい。そうね。多分これのモデル、これの元ネタ、その元ネタがこれですね。はい。今日見てきました。はい、何あの、ダンジョンズ&ドラゴンズの映画が今、あの、もうすぐ終わるぐらいですけど、はい、やってて。いや、何一つ期待してなかったらめちゃくちゃ面白かったですね。ツッコミどころがないっていうですね。で、あの、その、ダンジョンズ&ドラゴンズの派生ゲームで、その、スリードラゴンアンティっていうゲームがあって、そのタイトルが、このスリーカードモンティから来てるんだろうという。ああ、なるほど。あの、スリードラゴンアンティっていうのは、簡単に言うとゲーム内ゲームですね。D&D 世界で冒険者が酒場でプレイしてるっていう設定のゲームで、ね、それが名前だけあったんだけど、製品化されたわけですよ、うん。で、結構人気があって、新版も出たんですよ。というのが、これが元ネタだっていうのは今日初めて知りました。なるほどね。はい。スリードラゴンアンティープレイしてみてください。単体でプレイできるので。うん、やったことあるじゃないかな。多分あると思います、ね。普通に日本版も売ってるし、あると思う。いや、今も売ってますよ。今も売ってる。あの、まあ、ホビージャパン版なんで在庫つきます。ということで、はいはい。あの、まあ、ちょっとやっぱり西洋史的な、ね、多分、ガルガンチャーとかも掘れば出てくるんですけど、多分もっとわかることが出てくると思うんですが、うん、まあ、ちょっとすぐには言えないので、あの1542年のはあのガルガンチュアの物語の第5版なので、あの原著というか一番最初版はもっと前に書かれてるみたいね。まあ、ラブレーっていうのは
まあ、すごい、まあ、汚い話なんだけど、当時の文化に詳しい人だったんで、当然そういうのは言えるでしょって。じゃあ、そんなところで。